決めた。落ち着いて決めました。マルコス・ジュニオール今シーズン11点目。前半の3分です。はい、ちょっと落ち着いてましたよね、はい、よく見てね。ルールがね、変わって、はい、線を踏んでなきゃいけないというのはありましたから、はい、あ、ここは木田がうまく体を入れました。そこからチャンスを作る横浜、中入ってきた、浮かしてチャンス、胸で落として振り返り球、シュート決まった。2点目追加点、素晴らしい。移籍後初ゴール、エリキ。2対0前半の39分です。仕掛けも本当すごい自信持っていってるんですよね、はい、でこれ取れなく抜けなかった後、この柔らかいボールですよね。ディフェンスは一瞬足を止めてしまいますよね、このボールに対して、はい、ここで、本当にお手本のようなバイスクールシュート、はいはい、素晴らしいですね。柔らかいボールを上げた遠藤も、うん、なかなかねこうやって緩いボールだとディフェンスは寄せやすいのかなって思うんですけど、前の仕掛けが効いてるんで、あ、そういうことですか。緩急があったんですよね、はい、ですからそのディフェンスが足が止まってしまった。右側に決めた。3対0、後半の15分、今日2点目マルコス・ジュニオール。あ、森山さん、うん、宮原はしっかりと体を寄せています。多少引っ張ったところもありましたけれども、はい、シミッチ縦に入った、太田後ろ、中谷ジョーン来た。3対1、1点返しました名古屋。ジョー実に出場、中谷がいいゴールあげましたね。オフサイドギリギリですよね、ナイスプレーですね。センターバックの中谷が上げて、ジョーを滑り込んで泥臭くネットを揺らしました。早いタイミング、まあ、シンプルな攻撃で、ね、こういったところですよね。手数かけずにジョーがシュートを打てるような状況を作れば、はい、うん、今度は同数ですよ。右にエリキ、あ、選手がエリの中で一人倒れているが、エリキドリブルで上がる、キーパーと1対1、シュートでいくか、ナイス反応があったが決めた。4対1、追加点。ここで一旦ランゲラックが防いだんですが、ですね、うん、難しいところに転がっちゃいましたね、名古屋にとって。遠藤今シーズン2点目のゴール、第19節浦和戦以来。道路周りをしっかりと赤崎がフォローできるか、はい、あ、ここでもまたチャンスになる、代わって入ったフレッシュな大鶴。エレキスルーしてシュート決まった。5点目、今日2点目。